ロックンローラジオ渋谷エムエブリバディのセブレイポイポエブリバディノーズは、ちょっとゆったりとした感じで始まりましたけれども、ALB の石橋亮さんをお迎えします。どうもこんばんは。どうもこんばんは。よろしくどうぞ。今回はALB というよりかはソロで、そうですね、初めて作品を作ったというところで、ちょっとリラックスしたちょっと ALB とまた違う、本質はね、多分どこかで一緒なんでしょうけど、歌の感じとかがやっぱりソロ石橋亮っていうならではの、色が出てるかと思うんですけども、その辺のところちょっと探っていこうかなと思うんですけれども、今回はあれですか、ALB ももちろん、パーマネントまたついてるんですけど、ちょっと違った歌を歌ってみたいってそんな感じなんですか？そうですね、もともと ALB でやってる時も、いつかソロをやりたいという思いはあったんですね、でやるからにはよりいい歌を中心に、サウンドもロックだけじゃなくて、ジャズですとか、ブルースですとか、クラシック要素を入れたもので、歌を歌いたいっていう、歌詞的にも、個人的なことをですね、もっとこうよりパーソナルっていうか、で ALB っていうのはもう4人の力で、4人のカラーを出して一つの世界を作るわけですけど、もうソロをやるときはかなり歌を中心に行こうと思ってました。そうですね。亮さんのなんていうか男のなんていうか色気っていうか、そういう部分も随分なんかこう出てきてる感じが、俺が言うのもなんですがと思いましたけども。じゃあ一曲、今回のね、まずソロデビューというところで、カクテルトナイトっていうね、マクシから一曲、じゃあそのタイトル曲を、聞かせてください。はい、石橋亮さんでカクテルトナイト。愛しき人よ、真紅のバラよ、あなたの影探し求めて、いつもの店のドアを開ければ聞こえてくるあのブルー闇に寄り添い、甘く酔いしれていた魅惑の時を疑いもせずに、あの香り、あの色は今はグラスの中、あなたが咲くカクテルトナイト、遠くに見てるカウンター奥のバーテンダー、思い出のジャック・ローズ飲み干すマティーニ、重たく辛く喉を流れ、出会う季節が少しだけ遅すぎて、叶わない夢すれ違う本気、花びらは風に俺の心シェイクされて、カクテルトゥナイト
まず1曲目、カクテルトナイトってもらったわけですけども、はい、あの歌を中心にっていうところでね、はい、あのやはりその並べていく言葉とかも、はい、また個人のね、より個人にパーソナルに入っていくっていうところだったんですけども、はい、その辺はなんかこう詩の作り方っていうかね、はい、結構悩んだんじゃないのかななんて思ったんですけどね。そうですね、うん、まあ、昔から結構いろんなタイプのね、うん、歌を歌ってきたんですけど、うん、まあラブソングもありましたし、うん、あとワークソングもありましたし、あと戦争をテーマにした歌もありますしね。ただ個人的に歌う歌としては、うん、僕自身もねもう46ですし、何かこう大人が、うん、楽しめるっていうんですかね、大人が口ずさんで、うん、まあ、歌えるような歌をっていうのは目指しましたね、うん、音楽に限らずなんか周り見渡すと結構、うん、ね、だんだんこう低年齢化してるっていうか、そうですよ ね, ね、そう、子供をね、うん、子供が楽しむものはいっぱいあると思うんですが、うん、なかなか大人が楽しむものがないんじゃないかなっていう、うん、自分自身も思いますから、うん、そういう意味では、ちょっとあまり社会的なことっていうよりも思想を入れずに、うんうん、皆さんが口ずさめるようなものを目指しました、うんうん、やっぱり僕もね思うんですけど、その大人が楽しめる音楽っていうか、はい、だから大人が楽しめる音楽っていうのは逆にね、うん、僕は極端な考えをちょっと最近思ってて、うん、子供は入ってこなくてもいいんじゃないのかなっていうね、うんうん、はい、逆にその大人、ある程度の年を重ねた年代の人じゃないとわからない歌っていうのがあってもいいんじゃないのかなって、逆に、うん、はい、だから僕はもう子供の頃からね、うん、小学校からロックミュージック、うん、例えばビートルズ、ストーンズ、CCR とか聞いてたんですけど、うん、あんまりこう壁がなかったんですよ、うん、ですから日本の演歌も、うん、歌謡曲も、うん、フォークも聴いてましたしね、うん、その中でやっぱりいい歌は、うん、こういつまでも残っていくじゃないですか、うん、心っていうかね、うん、だからそういうものっていうのはだんだんこう、ちょっと時代とともに、送り手側が、うん、なんかちょっと親切じゃなくなってきてんじゃないかなって気もするんですよね、うんうん、そうですね、だからその辺のなんかわけ隔てなく聴いて、まあ、例えば歌謡曲だったりとか、うん、その辺のなんていうのかな、逆にその ARB では見えなかったリョウさんのルーツみたいなのが、ね、はいはい、今回のカクテルトナイトなんかにはすごい、はい、でもかなり、アレンジプロデュース参加してくれたミュージシャンがね、うん、まあ、お任せしたんですけども、うん、非常に僕がこう目指したところに持ってってくれまして、うん、で今聴、いていただいたカクテルトナイトは、うん、元ルースターズ、うん、今ロックンロールジプシーズのベーシストの井上くんなんですけど、うん、ギターにやはり元ルースターズの花田くん、うん、ドラムに池畑くん、うん、でピアノは以前も ARB 参加してもらったんですけども、うん、中西さん、はい、それからバンドネオンですね、うん、日本人のプレイヤーで京谷さんという方が参加してもらいまして、うん、であとの2曲は元ケンジャントリップスのベーシストの、うん、上田健二さんが参加してくれましてね、うん、で上田君なんかっていうのはもうずっと前から ARB 結構聴いててくれたみたいで、あ、リスナーだったリスナーあるね、はい、ですから、うん、まあ、セルフカバーをやったんですけど、うん、候補曲をあげたら、うん、ぜひこの曲やらせてください。あ、なるほど。あ、逆にそうか、共同制作者の、上田さんの方から、はい、うん、ですからそういう意味ではもうなんか非常にこう、まあ、さっき言ったロックだけじゃなくて、うん、ジャズですとか、うん、ブルースとか、うん、クラシックのテイストっていうふうに思うんですが、うん、今回参加してくれたミュージシャンはもともとやっぱりロック系のロックですからね、ミュージシャンですからね、うん、ええ、一回歌をねちょっと90年の時にね、はい、やめるというか休止した、うん、前のね ARB の段階の時もソロで何かやりたいなと思った時はあったんですか？そうですね、うん、それまでも、いつか機会があればソロやりたいってのはありましたね、うんうんうん、じゃあ割と時間はかかったけど やはり自分が本当に大人に伝えたい歌、自分が大人としてより、年を重ねて歌っていける歌みたいなところを出していければなっていう、はい、なんか遊び心みたいなところはどっかありますか？そうですね、まあ2曲目に乾いた花っていうのが入ってるんですけども、うん、これは ARB で初期の頃に歌ってた歌で ありましたね、すごくパンキッシュな、うん、すごいテンポの速いアレンジなんですけども、うん、今回は上田健二君にそのアレンジプロデュースやってもらったんですが、うん、すごくジャージーな感じに仕上がりましてね、うん、ですから余計こう、
もともと歌詞を書くときに聴いてる方にその映像っていうんですかね、うん、絵をイメージしてもらいたいっていうような思いがあって、うん、まあ、言葉を選んだりするんですが、うん、余計今回のアレンジだと、うん、いろんな映像っていうんですかね、うん、イメージが湧いてもらえるんじゃないかなっていう気がしますけど、うんうん、あとはすごいね、一番最初に書いた詩、はい、近い感じじゃないですか、10代といっても10代の初めの頃に書いた、はい、12の頃っていう、ね、12の頃っていう、これはね、うん、タイトル通り12の頃に、病気で父親を亡くしたんですけども、まあ、そのことを高校に入って、うん、高校に入ってアマチュアバンドをやり始めたんですけど、うん、その時のオリジナル曲ですね。曲としてもあった、ありましたね。うん、で今回、まあ、忘れてる部分もありましたから、うん、新たに詩を書き足した部分もあるんですが、結局 ARB で何度かレコーディングしようっていうのもあったんですけど、あまりにもやっぱ個人的な歌詞ですからね。あ、で、まあ、今回ソロで出しましょうってことになったんですけども、30年ぐらい、いや、じゃあ温めた、いや別に温めたつもりないんですけどね結局その半十数年、うん、その日の目を見なかったっていうか、うん、はい、その当時のなんかその、まあ、エアウィー以前 の、 そのバンドやってた時 の、はい、なんかその音源みたいなものもあったりするんですか、どっかに。いや、音源はこれはないですね。ないんですか。ただ僕の中ではもう、頭の中にメロディーも残ってましたし、それで高校に入って、うん、高校2年の時に自分の中でもう決めたんですね、こう絶対プロになってやるっていう、うんうん、それで ある時、まあ、担任の先生を、うん、音楽室に呼びましてね、うん、この歌をギターで弾き語りで聴かせたんですよ。へ、そしたら先生が涙流して聴いてくれましてね、うん、でどうしたんですかって言ったら、いや俺も実は若い時に親父を亡くしたんだと、うん、でよく気持ちが分かると、うん、でお前が言うそのプロになりたいっていうのは分かるけど、うん、ただ高校だけはちゃんと出なさいっていうことを言ってくれましてね、うん、ですから今現在までね、うん、歌って、まあ、プロになって歌えてくれたのは、うん、まあ、その先生の、何か言葉っていうのは大きいですね。そっか、その時にちゃんと聴かせた曲っていうところで、はい、うん、じゃあすごい思い出深いというか、じゃかなりいろんな曲詞を作ってきたと思いますけど、はい、りょうさんの中で核になってる、ね、これは僕にとってルーツです ね、 ね、ええ、うん、これやっぱその時作った時は、はい、まだ完成品ではないけれども、はい、自分の中で何かやれるなみたいな、そういうものがちょっと起こったも作った当時ですか、うん、そうですね、もうライブでもやってたんですよ、うん、そのアマチュア時代に、うん、ですから、まあ、あまりハードな、うん、ロックじゃないですけどもね、うん、まあ、フォークロックみたいなアレンジでやってたんですけど、うん、結構共感してくれた人もいたみたいで、じゃあその、順位の頃聞いてみましょうか、はい、よろしくお願いします。あれはまだ十二の頃、セミが鳴く暑い日に、親父は一人で遠くの静かな世界へ旅立った。いくら呼んで帰らない、あなたのセピアの笑顔、いくら呼んでも聞こえない、あなたの抑えた声は、いくつもの家を「いくつもの仕事を変え」「離れて暮らしたあの日々が」「時々心によみがえる」「いつか家族で街へ出て」背中のぬくもり。
忘れはしない。暑い日に親父は一人で遠くの静かな世界へ旅立った。ジュニの頃聞いてもらいましたけれども、はい、あのダディシューズとやっぱり ARB のつながっているところはありますね。そうですね。でも、うん、ダディシューズの前身ですからね。前身っていう感じか。はい、よりやっぱり、うん、りょうさんのその家族のね、はい、パーソナル部分っていう感じではありますけどもね、はい、でもその時代の10代のね初めの頃に、書いた歌を今歌うっていうのちょっと照れくさい部分はなかったですか？もうありますけどね、うん、なんせ30ねもう時間だけ考えたらあれですけど、なんかでもその時の思った気持ちと、うん、今歌ってる自分のね気持ちってやっぱり違うんですか？はい、なんとなくどういうふうに、これはなんかその僕が解釈したとか、なんかやっぱり親父が言ってしまって、うん、やっぱりちょっとその寂しい部分と、うん、今俺はここにいるんだよっていうことをなんとなく言ってるっていう、はいはい、僕は解釈したんですけども、書いた当時は15、6歳ですからね、うん、で、まあ、12の時に亡くしたんですけど、うん、最初悲しいというよりも、うん、親父をこう許せないっていうのがあったんですよ。っていうのは、まあ、お通夜の晩にね、うん、ちょっと小分けの人たちが来ましてね、まあ、よく僕が映画でやるような人たちが何か玄関口で騒いでるわけですよ。もうその親父に借金があると返せと言ってるわけですよ。でお袋はもう泣き叫びながら、そんなことはないって、そういうものを僕はまあ普通の陰からね、まあ、こわこわ見てたんですけども、何かこうそういう様を見てしまうと、ちょっとこう親父の生き様なり死に様っていうのがね、許せなかったんですよ。でそういう思いがあって、まあその12の頃っていうのを15、6歳の時作ったんですけど、今46で、まあその多少歌詞を書き換えましたけど、その許せないどころか、あ、でもやっぱり親父も
なんかこう人間臭くね、うん、やっぱり親父なりに一生懸命、親父、まあ、5人息子でしたからね、うん、男ばかりの5人、男ばかり5人って大変ですよね、はい、それを一生懸命やっぱ育ててくれたんだなっていう、うん、なんか思えてきましてね、うん、許せないところか、うん、やっぱすごくこう、あ、一緒に酒飲めたらいいなっていう、うん、酒飲んで話したいなっていうような思いが今ありますよね、うん、ですから同じ自分が書いた歌なんですけど、歌なんだけれども全然、ね、気持ちって変わってくるんですね、はい、時間が経てばね、うん、うーん、そっか、でもね、そのタフなその親父の背中を今になって思い出すみたいな、そういう感じも、そうですね、うん、まあ、それはあのダディシューズっていうね、うん、ちょっとスカビートの曲がやる日にあるんですけども、うん、昔その帰った時と、うん、例えば今、うん、やる日でツアー回るじゃないですか、うん、そうすると昔のファンが子供さんを連れてきてるんですね、うん、でそれを家族の、ね、うん、あのお客さんを目の前にして歌うと、うん、またそれも違うんですよ、気持ちがね。そう、昔はそうティーンエイジャーだったり、まだ、はい、そう親父おふくろになる前の人たちに向けてたんだけど、はい、聞く方もやっぱり成長してそうそう、その歌ってる気持ちがまた違う、だからその歌がどん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 繋がっていくっていう、そうですね、ことですよね、うん、なるほどね。それとね、あと、まあ、最近そのソロっていうか、まあ、バンドをちょっとだけ離れてっていうところで、はい、5月の半ばに画家の黒田清太郎さんと、はい、ライブペインティングと、はい、まあ、亮さんの歌とっていう、まあ、すごい非常に面白い、はい、まあ、コラボレーションっていうのがあったんですけど、これのことにちょっと教えてもらって、はい、もともと黒田さんは、うん、作家の野坂昭如さん原作の戦争童話集というのをベースに、はい、やはり、戦争ですとか平和を訴えるっていう意味で、うん、まあ、絵を描かれて、うん、でそれにいろんなミュージシャンが音をつけて、うん、で俳優さんがナレーションをつけるっていう番組があったんですね、うん、僕も偶然ね、はい、そのすごいシンプルなアニメーションを見て、うん、はい、なんかすごいなんかこう直接的なメッセージというよりか間接的になんかその戦争っていうもののね、なんか嫌な部分っていうのを、ね、はい、伝えられたっていう記憶があるんですけども、そうですね、うん、ですからもうずっと昔から黒田さんは絵を通してそういうことを訴えてらっしゃるんですけど、うん、特に去年の9月11日のテロの時ニューヨークにいらっしゃったらしいんですね、うん、向こうにアトリエがありまして、うん、で相当ショックを受けられたらしいんですけども、うん、でもやはり自分は絵を通して今後も訴えていくっていう、うん、まあ、タイトル通り忘れてはいけない物語っていう、うん、その風化しちゃいけないことを語り継いでいくっていうんですかね、うん、で僕らは僕らで ARB で何曲か今まで戦争をテーマにした歌ありますし、うん、で僕らはやっぱ音楽でそういうことを訴えていきたいっていう、うん、ということで前回一緒にイベントをやりまして、うん、でまあ僕ら自身も楽しい時間だったんですけど、うん、何かこうそういう、なんていうんですかね、難しく、うん、例えば分析して、うん、リベラルに語るっていうのはこれは学者がやればいいことだと思うんですよ、うん、でも僕らはやっぱり文化っていうか、うん、音楽とか絵で、うん、もうちょっとなんていうんですかね、普通の生活の中に、うん、そういう危機感だとか、うん、問題意識があれば、うん、そのやり取りをしていきたいなっていう思いがありますね、うんうん、黒田さんの絵がね、こう素手でね、こうペイントされてって、はい、で亮さんが一曲、まあ、いろんなカバーのね、はい、すごいいろんなカバーをなさっててあんこ椿や恋の花とかも歌ってたからすごいなっていう、さっきのその演歌とかのね、まあはい、まあ、やっぱりいろいろ聞いて育ってきたっていうところはすごいよくわかるんだけど、はい、それにこうするかのようにいろんな原色の絵で打っていっては消してっていう、一枚一枚絵を終わったら抜いていくんじゃなくて、絵のキャンバスの上にまた描いてって、そうですね、重ねてってっていうね、ですから、もう毎秒毎秒絵が変わっていくじゃないですか、うん、ですからお互い触発しながら、そうですよね、その音楽絵が広がっていくんですけどね、うん、もうまたいつかこれはやりたいと思ってますし、まあ、将来的な夢っていうのは、うん、ARB と、うん、あとまあそういうふうに共感してくれるミュージシャンを集めたイベントで、うんうん、で もっとでっかいキャンバスに黒さんに絵を描いてもらおうと思うんですけどね、うん、はい、うん、歌ってるときは背中の絵っていうのがなんか気になる、気になりますね、後ろに目はないから見えないじゃないですか、気がつくと後ろ向いてますね本当にお客さんにお尻を向けてますけどね、うん、はい、なんかその辺のなんか今までないね、うん、歌の見せ方っていう、そうですね、ですから昔はよく ARB っていうのはメッセージバンドだとか、うん、社会派バンドって言われてね、うん、僕らとしてはもう不本意だったんですけど、うん、やっぱりロックミュージックっていうのは社会的であってね、もともと政治なり社会に
対して疑問があればアンチテーゼしていくっていうのがロックミュージックだと思うんですけども、うん、なかなかそれが特別扱いされて、うん、僕はとしては何かね、うん、広がっていかないっていうか苛立ちもあったんですけども、うん、もうやはりこういう時代ですしね、うん、またなんかきな臭い匂いだとか、うん、不穏な風が吹いてますから、うん、もうなんていうか人がどういようが、うん、俺らは音楽で、うん、やっぱり平和なり、うん、その戦争とかテロは絶対ダメだっていうのを訴えていきたいと思いますけどね、うん、やっぱり亮さんの中でもすごい、まあ、表現者として、まあシンガーとしてもそうですし、うん、役者としてもそうですし、表現者として何かその去年9月11日の後にね、はい、気持ちっていうかなんか変わったというか意識が変わったってところありま す、ね、まあ、実はあの黒さんのお話聞いたら、うん、黒さんはもう瞬間絵も何もかもやめてしまおうと思われたらしいんですね、うん、なんかすごく脱力感っていうか、うん、無気力に襲われたらしいんですけども、うん、でもやっぱり自分は絵でしかないんだと、うん、そういう自分の気持ちをね、うん、表現するなり、うん、訴えたいことは絵で表現するしかないんだってことをおっしゃって、うん、でやはり役者のハーベイ・カイテルと言いますね、アメリカの、彼も同じことを言ってるんですね、インタビューで、うん、もう役者を辞めてしまおうと思ったと、うん、やっぱり自分の友人に亡くなった消防士とか警察官いたらしいんですよね、うん、で自分は役者としてその消防士だとか、うん、警察官の役できるんだけども、うん、やはりそのすごく自分としては無気力感に襲われたと、うん、でもやはりそういうテーマがあれば、うん、役者として参加して訴えていきたいっていう、うん、ですから全く僕も同じで、うん、もうなんていうんですか、こういう本当時代に対しては、うん、もうテレも何もなく、うんうん、自分が思ったことを訴えていきたいなと思いますけどね、うん、でもそれはじゃあ無力感ではなくてすごいポジティブな、もちろんそうです、うん、はい、はいはい、そうか、すごいなんかね、もっとすごい話足りない感じになってきちゃったんですけど、はい、とりあえず、ARB としてのね、はい、ツアーが、まあ、ちょっと秋になりますけども、はい、10月18日19日土日、金土で、はい、渋谷のアックスで、はい、これ久々にそうですね、きっちり ARB で見せてくれて、はい、そして、またシングル第2弾ということでね、そうですね、まさしくその忘れてはいけない物語っていうところで、はい、9月4日ちょっと先ですけども、はい、りょうさんのソロと、まあ、ARB の今かかっているこの Hey Wall、はい、そうですね、今お話したようなところと結びついた曲と、はい、そのライブペインティングの、ライブバージョンが、はい、ね、収められているというところで、はい、なのでじゃあすごい、なんかもう一つチャンネルが増えたっていう感じですかね。そうですね、ですから役者もあり、うん、ARB もあり、もうそのもっともっと広げていける部分があれば、うん、広げていきたいですし、うん、あまりもう自分の中で、うん、いや、なんていうんですかね、一つに決めないっていうか、うん、チャンスがあればやはり歌を歌っていきたいですし、うん、何か訴えかけていきたいですし、うん、はい、分かりました。じゃああとそうだ、明日ね、はい、28日の日曜日の、昼間の14時から、HMV の池袋のメトロポリタンプラザの方で、はい、まあ、インストアライブ、はい、うん、ちょこっとそうですね、やられるということ。今回レコーディング参加してくれた元ルースターズ、うん、今ロックノールジプシーズのギターの花田くんと一緒にやります、うんうん、あ、そうですか、はい、かりました。じゃあとりあえずキンキンのイベントは明日ということで、そうですね、はい、じゃあまたもう少し、ソロとか、はい、やるビールが具体的にカット固まったら遊びに来てください、はい、どうもありがとうございます、今夜のゲストは石橋亮さんでした。どうもありがとうございました。Hey, hey, hey, whoa! Stop the war!